え、どうもこんにちは、ハンスケです。本日は、えー、僕が普段利用しているタイムズカーシェアリングの紹介をしたいと思います。これね、別に案件とかじゃ全くないですよ。タイムズの案件とかじゃ全くないんですけど、あのー、 まあ、タイムズのカーシェアリング、を僕普段、まあ、利用することがありまして、一応家に自家用車はあるんですけれども、まあ、ちょっとね、あの、あんまり家の自家用車が、その、いい車じゃないんで、もう20、二十、二十年前の軽自動車なんで、ま、あまり良くはないと。ということで、ええー、まあ、僕は普段タイムズのカーシェアリング、 を、えー、借りております。で、まあ、これどういうものかって言いますと、まあ、簡単に言うと、えー、まあ、普通レンタカーって、店行ってなんか契約書かなんか書いて借りると思うんですけど、えっと、これの場合は、もうなんか、こう、インターネットで予約しちゃえば、普通に、こう何、何 そのまんま近くにタイムズステーションって言って、まあ、たまにタイムズの駐車場とかでなんかタイムズカーシェアリングの方専用みたいな。で、なんかあのー、車が置いてあると思うんですけど、まあ、あれですね。あれを、ま、インターネットで予約して、ええー、まあ、あのー、会員証でピッてその車にタッチするともうすぐ乗れてしまうっていう、まあ、本当にね、レンタカーと違ってあのー、手間もかからないめちゃめちゃいいシステムで、まあ、 やっぱ返しに行くときもね、その駐車場にまああの、返して、ピッてやればもうそれで終わりです。あの、いちいち店に行かなくていいし、そこでなんか店員さんとめんどくさい会話をする必要もない。非常に画期的で、えー、ございますね。はい。ということで、まあ、利用方法みたいなのここに書いてあるんですけど、まあこれね、タイムズ、その前に、えっと、タイムズカーシェアリングの、えー、タイムズカープラスだったかなそういうものの、えー、入会が必要です。入会。 ご入会が必要で、えっ、ー、と、20歳未満の場合だと、一応なんか親の同意かなんかが必要で、なんかこれ、親の同意書かなんかも、あの、PDF で、あの、ダウンロードできるんで、まあそれをなんか、セブンイレブンかなんか行ってコピーして、コピーして、でまあそれを親に書いてもらって、でまあ最寄りの、えー、タイムズの店に持ってくって感じですね。だから入会はインターネットでまあ必要事項とかを書いて、その後、えー、最寄りのタイムズの店に出向いて、んでまあなんかその、 手続きを多少やって終わりっていう。まあ別にそんな難しくはないです、これも。で、まあ予約は、えっ、ー、と、スマートフォンかパソコンで、まあ簡単予約。で、まあ、えー、このタイムズのカード。これで車に簡易カードをかざして簡単にドア施錠。えー、施錠じゃねえや、会場で運転して給油をすると。まあそうそう、これちなみに言っとくと、あのー、ガソリン代とかも込みです。 ガソリン代とかコンビの値段、えー、高速道路代とかはまあ自分で払わなきゃいけないんですけど、あの ETC とかついてるんで、まあそれは自分でい自前で ETC のカードを、えー、まあ別、別に用意してください。まあ僕、まあ別に僕の場合ね ETC 使わないんでまあ、あんま関係ないんですけど、えー、給油、洗車をお手伝いいただくとそれぞれ15分相当の料金が割引となります。まあこれ、まあこれ正直15分って言うとまあ200円だからちょっと地味ではあるけど、地味ではあるけど、まあそういうなんか、 給養するとなんか特典がありますよって。で、まあ、返却と。で、生産と。で、まあ、これね、あの、一ついいのが、例えば車って吸ったり、吸ったりすることって、まあ、たんまーに、まあ、基本ないんですけど、まあ、吸ったりした場合、もしかりに車吸ったりした場合、この間なんか僕吸りましたけど、車。インプレッサー借りて吸りましたけど、あの、その時なんかはね、なんか別に普通になんかまぁ、あ、 まあ、一応、その時はなんか、け、警察の方来ましたけど、なんかまあ、普通になんかね、やっぱ保険かなんか、タイムズかなんかの保険入ってたんで、まあ、それでね、あんま、あのー、まあ、そんなね、普通にちょっと <laughs>、警察官とお話しして終わりましたね。うん。まあ、すると、すると正直思ったけど、まあ、多少面倒いかな <laughs>。っていうのはあるけど、まあ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 。 まあでも基本別にそんな保険に入っとけば、まあ吸ったりぶつけたりしてもまあ別にそんなめちゃめちゃ料金を請求されるっていうことはない。まあ保険はその、えー、確か1回300円とかで TCP 安全保険っていうのに入れば、えー、まあかったと思います。で、それがない場合だと確かね、自走自走可能な状態でそういう事故を起こすと2万円。 で、えー、っと、自走不可能だと5万円。まあ、それでも俺安いと思うけどね。あの、自家用車で事故った時なんか、20二十何万。二十五万だからね <laughs>。修理費。車の修理費。それ、あの、60キロぐらいで、縁石に突っ込んで <laughs>、あの、足回りが行かれたんですよ。うん。自家用車ね。軽自動車だったからやっぱ多少作りやわですしね。 まあ、結構、すっげー衝撃でぶつかったんで、まあそれで25万。まあそれに比べたらだいぶ安いんじゃないかな、やっぱ。うん。事故った時とかの安心感はやっぱりこう、保険とかには、保険とかも簡単に入れるんで、まあそういう意味ではいいんじゃないですかね。でまあ、車種こちらになります。え、プリウスなんかない。プリウスない。なぜか。プリウスね、昔あったんですよ、これ。昔はプリウスあったんだけど、今ね、ないの。これやっぱ池袋の事故とかの、 関係でやっぱり、タイムズカーシェアリングから消えたのかな、プリウス。プリウス乗りたかったんだけどね、ないんだよね。まあ、松田のプレマシー、デミオ、フィット、アクア、えー、ノート、ビッツ、カローレフィールダー、スイフト、ソリオ、アイミーブ、エディバー。まあ、正直ね、燃費でね、選ぶ必要ないっすよ、この中。 燃費で選ぶ理由ないのはガソリン代が込みだから、俺いつもアクア、俺いつもね、アクア乗ってるけど、これタイムズさんからしたら美味しいけど、俺からしたら別に美味しくない。なんかむしろね、アクア、アクアをタイムズで借りると正直損した気分になる。だからね、インプレッサー、インプレッサーでスポーツモード、スポーツモードなんかあったっけな覚えてないけど、まあ、インプレッサーで走らせんのが。 インプレッサー走るのがなんか一番ね、なんか得した気分になりますね。正直。正直ね、なんかエコか、エコカーにわざわざ別にガソリン代込みなのにエコカー選ぶのは正直。まあ、アクアいい車ですけどね。ただなんかタイムズで乗るとなんか尺、尺な気分になるんで,ですけど。まあ基本的に僕はアクアに普段乗ってます。それでも。うん。まあね、アクアね、あのー、普通車のくせに ちょっと結構コンパクトカーだから、コンパクトなんですよ。コンパクト。だからね、結構乗りやすい、アクア。アクアね、おすすめですよ。うん。アクアは、いい。<laughs> アクアはいい。もうこれでね、3000、3000キロぐらいも走ったけど、アクアはいい。素晴らしい。正直欲しいよ、自家用車で。あの、あとなんか、アクアってね、プリウスと違って、あの、なんだっけ、シフトレバー シフトレバーっつうか、シフトノブか、オートマの。あれがさ、プリウスってごっちゃごちゃじゃん、しかもなんか、えー、っと何、なにあのー、サイドブレーキが足についてて、サイドブレーキが足、足についてる上に、しかも、えー、っと、なにあの、あの、わかりや、わかりづらいさ、もうプリウスの、プリウスのシフトノブ、見てもらえればわかる。普通サイドブレーキついてんじゃん、横に。サイドについてて、なんかサイド、なんかこんこれなんだよね。 プリウスってね、これこれこれさ、このシフトノブ分かりづらいよね。こう、な、これをこうやるとドライブに入って、下にやるとエンブレがかかって、 なんかね、やっぱこのプリウスの、プリウス、まあ、慣れれば、慣れれば分かんだろうけど、このプリウスのシフトノブってさ、なんか分かりづらいんだよな、パーキングが。パーキングがしかも独立してるって、なんかやっぱプリウスってちょっと、なんか分かりづらいなって俺はどうしても思っちゃうんですけど、アクアはね、アクアは違うの。アクアは普通の車と一緒なの。アクアのシフトノブ。えー、っと、アクアのシフトノブ、こんな感じ。ほら、普通の車でしょほら、普通の車。 だからね、アクアはね、まあ、そういう意味でも、えー、乗りやすい車となっております。まあ、プリウスはちょっとな、慣れないとね、慣れないとちょっとわか、わかりづらい。だからなんか、急発進とかしちゃうのかなっていう部分はあるんですけど、まあ、他になんか、まあ、なんか軽自動車だったりとかも、まあ、なんかありますよ。うん。キャラバン。へえ、シエンタ。ウェイク。この辺は乗ったことないけど、俺あとね、の乗ったことあるのデミオかなデミオ。なんかバニュアルモードついててね、デミオは乗ってて面白いっすよ。うん、デミオはいい。 あアクアと違う。アクアよりも、乗った感じ確かに高級感あるから、内装がね。デミオも結構ね、いいね。うん、デミオも俺結構好き。ただなんかこう、安定感っていうのかななんか、安心感があるのはやっぱなんか、なんかアクアの方が安心感あるんだよね。低重心っていうかこう、低いからかな若干。あの、席が。座席が。でまあイ、インプレッサー。インプレッサーも乗れます。 はい、まあこれなんか、インプレッサーって言うと速いイメージあるんですけど、あのー、なんだっけ、WRX だっけ ?STI の、WRX、STI だっけなあの、インプの、俺あんま車詳しくないんだけど、あの、よくさ、サーキットとかで、とかさ、なんか俗に言う、インプレッサーは速いって言われてるのって、あれ全部、ノーマルのインプじゃない。うん。だからこれは完全にノーマルのインプなんで、まあ加速は別に、アクアとかとそんな変わんないです、インプレッサーは。 普通のインプレッサーはそんなあのアクアとかとは、あの加速は変わんないけど、ま、あそれでも安定感とかやっぱ全然違うね。安定感とか、コーナーリング性能は、まあ、アクアに比べるとだいぶ、まあ、って言っても多分タイヤこれ普通の履いてるから、まあ、あ滑るっちゃ滑るけど。ま、あでもね。で、駆動は、えー、2WD。これ FF かな ?FF。ほら、もう本当にあんま車詳しくないけど。 FF か、えー、4WD。まあ4区ですね。4区のが、えー、まああるよと。まあ俺が前借りたやつは、え FF、ー、でした。はい。全輪駆動でしたね。まあそんなもんかな。 まあだからね、非常にね、例えば、じゃあプレミアムクラス、俺乗ったことないけど、マツダの CX5。この車なんか結構いつも人気、人気があって借りれないイメージですね。ちなみに、えっと、プレミアムクラスはベーシックプラスの約ね 2, だえっと2倍の値段になります。まあでもベーシックプラスってアクアとかインプレッサ借りれる。うん、プレミアムクラス。うん、まああんまり、まあでも、スバラの XV。 が、えー、プレミアムクラス、駆動 4WD。えー、こういう車にも乗れちゃうんですね。はい。あんま詳しくないけど。えー、プレミアムクラス、あとは、えー、ボクシー。これなんか、学校の先生が持ってた名前。えー、ミニ。ほら、これ、ミ,ミニって確か外国の車でしょど、どこの車だっけこれ。ドイツドイツの車乗れるんですよ。 412円で。まあ、ちょっと確かにね、値段倍になるんだったら別にアクアでいいじゃんとか思う。<laughs> アクアとかベーシッククラスでいいじゃんって思っちゃうんだけど、でもプレミアムクラスになるとアウディだったり、ミニだったり、まあ、この辺の車が乗れますよ、ということで、まあ、ワンランク上に上がります。まあ、ただ個人的にはま、ベーシックプラス、ベーシッククラスで全然十分だなっていう風にはま、思いますね。はい。あとね、結構ね、俺、 これ、車に乗るのかしないか。あれが乗ってんだよね。なんだっけ、あの、障害物とかに近づくと、ピー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 ってなる、なんか外付けかなんかの機械かなんかがついてて、ぶつかりそうになるとピー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 ってなるんですよ。ここぶつかりそうですよ、今、みたいな。そういうのもついてたりするんで、まあ結構、便利っちゃ便利ですね。あ、もう11分喋 <laughs> ってる。やべえ。11分喋ってるんで、まあ料金、一番大事な料金、15分206円。 で、ええー、まあ、いろんなパックがありますけど、確かね、俺これ最初タイムズのカーシェアリングって、綿貫さんの動画見て、それでなんかね、俺、あの、乗り始めたんですけど、ええー、まあ、いろんなパックがあります。えー、6時間パックとかね、6時間、えー、っと、6時間パックが、確か、えー、っと、いくらだったかな、4000円ぐらいで で、なんかまあ、走行距離は加算、走行距離料金は、そう、距離料金っていうのがあって、 あのー、僕が普段使ってるショートパック、だからまあ簡単に言うと最初にこんぐらい使えますよって予約しておいて、このシンプルな15分206円の範囲で、えー、運転するという。ちなみに、えっと、ショートパックで、例えば6時間、えー、っと、こ、こっからここまで何時から何時まで指定した場合、その区間内であれば、えー、まあ、3時間とか4時間しか利用しなくても大丈夫です。その場合、えー、4時間の料金が、えー、請求されます。ので、まあ、大丈夫でございますと。はい。 えー、ガソリン代込み15分206円。ということで、まあシンプルな、一番、えー、一番シンプルな、えー、っと、なんだっけ、ショートパックだと15分206円となってる。となると、えー、1時間大体800円ぐらいかな。1時間800円です。まあ、1時間800円で割と安い方なんじゃないだって、5時間乗っても、5、5 8、40?4000 円 ?5 8、40だよね ?4000 円 ?5 時間乗って4000だったら、まあ安いんじゃない 思いまますけどねあんまり走んない方だったらね、なんかアーリーナイトパックとかにすればいいと思いますけど、僕みたいにガンガン走る人だったらね、基本ショートパックか6時間パックの方がいいです。12時間パックも一応あるにはありますけど、あれは距離料金も加算されるんでお得じゃないです。あの6時間パックか、それか、もう普通に一番いいのはもうショートパック。この15分206円。 であらかじめほら使った分だけご請求15分単位のご利用の場合予約した時間ではなく実際に使った時間の料金のみご請求キャンセルは1分前まで OK 距離料金なし15分単位のご利用と6時間パックであれば距離料金はかかりません全車両6時間4020円え何これパック料金ならアウディやミニなどのプレミアムクラスの車を含め全車両同じ料金でご,ご利用可能 マジでこれ今、初めて知ったんだけど。これ今初めて知った。えー、1030円の無料利用分付き。個人プラン、家族プランなら、毎月1030円分の無料利用券が毎月付いてくる。法人学生は月額基本料金無料。 ポイントが貯まる、使える。そう、ポイントもなん,なんかね、いろいろまったりするらしいんです。はい。ということで、えー、まあそんなわけで、タイムズカーシェアリング、僕は普段、えっ、ー、と、ご利用させていただいている、えー、カーシェアリングなんですけれども、ま他にもね、なんか、エニカとかいろいろあるみたいで、それもちょっとね、僕も、えっ、ー、と、機会があればちょっと乗ってみようと思うんですけど、残念ながら僕は今ちょっと、免許をね、免許、えー、免許っていうか、あんま車乗っ、まあ、乗ってもいいんですけど、まあなんかあんま乗るとね、あと点数1点なんで、 まあだからあんま乗れないっていう状況なんで。まあもしね、気になった方は、えー、えタイムズカーシェアリングページ調べてみて、ご入会されてみてはいかがでしょうか。ということでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。